どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、昨年から続いてたね、ネスレのキャンペーンがまあどんどん終わり始めて、今現在ね、ポイントサイトで案件ねそんなにないんですよね。でその中でまあ一つね、今出てる案件でネスカフェバリスタイっていう案件なんですけども、まあ、本日はね、まあ、こちらを、紹介していきたいなと思います。まあ、まあ大前提として今回の案件はね、まあ、コーヒーが好きな方、まあ、普段からコーヒー飲んでますよみたいな方がね、まあ、おすすめかなっていう感じですね。まあ、コーヒーのね定期便の案件なんで、まあコーヒーね好きじゃないとね、なんかあんまり意味がないのかなと思いますんで、まあコーヒーがね好きな方はまあちょっと検討していただきたいなと思います。でポイントサイトはポイントサイトポイントインカムっていうね、ポイントサイトで今1万円分の案件として、ネスカフェバリスタ i っていうね案件が出ております。でまあこちらね、まあどういうキャンペーンかというと、ネスカフェバリスタ i っていう、まあ、コーヒーマシンを、定期便でまあ利用すると、このマシン自体がね、無料で、利用することができます。で、コーヒーの粉ですよね。コーヒーの粉はまあ自分で購入するみたいなね、まあ、そんな感じの案件となっておりまして、まあ、1万円分のポイントでねポイントサイトに案件が出ております。でこれねちょっと詳しく見ていきたいなと思うんですけども、まあ、定期便としては、2ヶ月コースと、3ヶ月コースっていう感じでね、まあ分かれておりまして、まあ2ヶ月おきに来る、もしくは3ヶ月おきに来るみたいな感じで、まあおすすめとしてはね、断然2ヶ月コースですね。で、3ヶ月コースにしてしまうと、なんかね、購入制限みたいなのがあるんですよね。いくら以上買ってくださいみたいな。っていうのがあるんで、まあおすすめとしてはね、2ヶ月コースの方が、まあいいのかなと思います。まあ好きなもの、注文したいですよね。うん、で、注意事項、先にね言っていきたいと思うんですけども、今回の案件はネスカフェの、定期便をね初めて利用する方限定となっておりますんで、まあ今までね、まあ昨年を含めてポイントサイト等々でね、まあポイントサイト等々じゃなくてもですね、ネスレの定期便を組んだ方、組んだことある方はね残念ながら対象外となりますんで、まあ、その点はね、注意していただきたいのと、こちらね3回以上の継続利用がまあ必要ということですんで、まあ、その点もね、合わせて、覚えておいてください。4回目以降はいつでもまあ解約できるっていう感じなんで、まあ、3回はね継続してまあ利用っていう感じとなります。で、実際にね注文する商品なんですけども、エコ&システムバッグっていうね、まあ画像ねここら辺に出しておきますけども、まあ、こちらをね絶対購入してくださいっていうね、まあ、案件で、定期便というふうになっております。まあコーヒー好きな方はね、まあ、好きなの、まあ選んでいただいて、まあ、注文していただくみたいな感じですね。私もねこの案件やったことあるんですけども、このねネスカフェのバリスタ i の、このマシンですね、普通にコーヒー美味しいんでね、うん、私は結構ねおすすめしております。まあすごいこだわって飲まれてる方はね、まあまた意見変わるかもしれないんですけども、普通にね私としてはね美味しかったんで、まあいいんじゃないでしょうかっていう感じですね。で種類も結構あってですね、で粉もね一緒に売ってるんですけども、まあ粉っていうかね、一応ねこれインスタントはインスタントなんですよね。ですんで絶対マシンじゃなきゃ作れないっていうわけじゃないので、まあネスカフェドルチェグストって他にもう一個、まあ、マシンありますよね。まああっちだともう完全にねマシンがないとね、まあできないっていうか、まあ利用できない粉なんですけども、こちらはねまあ絶対ではないかもしれないですけどね、うん、こちらはね一応粉なんで、まあ最悪ねマシンを通さなくても、まあ、一応マシン通した方が絶対美味しいんですけどね、まあ一応お湯に溶かしてね、まあ、飲むことも、まあ、できなくはないので、まあそういう意味でもね、まあいいんじゃないかなと思いますね。まあ忙しいとかね、まあそういうのでね、まあマシンを通さないでね利用することもまああるんじゃないかなと思いますんでね、っていう感じでございます。まあ大体ね、まあ500円か400円ぐらいから、まあ、1000円ぐらいね1本するんですけども、まあ、こちらをね、まあ、購入、まあ、定期便を、2、3ヶ月にね1回ね、受け取っていくっていう感じですね。で、ポイントサイトの案件としては、まあ、こちらの利用で、まあ、1万円分のポイントがもらえるっていう感じなんで、まあ、大体ね1000円ぐらいのものを注文すると、
送料がねこれに乗っかってきますんで、だいたい1500円ぐらいですかね。で、これマシンレンタルしてますんで、それのね返送代が入りますんで、まあだいたいそれを踏まえると、まあ、5500円ぐらいになるかなっていう感じですね。返送代を入れてね、ちょっとね返送代は、場所によってもね、まあ変わると思いますし、このネスレのキャンペーンってね、ちょっとね、よくわかんない部分があって、私ね、結構何個がね、このネスレの定期便で組んだことあるんですけども、このマシンの変装ありますよね。うん。これね、無料だったり有料だったりするんですよね。これね、全然わけわかんないんですよね。私ね、利用した時は、一つの案件でマシンの変装が、まあ、有料で返してくださいって、まあ、オペレーターの人に言われたこともありますし、まあ、返送先を聞いてね、まあ、返すんですけども、引き取りに来てくれた時もあるんですよね。うん。で、引き取りに来てくれた時も、もちろん有料だと思ってたですね、その宅配の方はね、あ、着払いで受けてますよ、みたいな感じで、まあ、お金かかんなかったんですよね、マシンの返送代。これね、わかんないんですよね。うん。だから利用してみないと。だから一応ね、計算にはちょっと入れてあるんですけども、郵送料、まあ、返送料ですね。まあ、これがね、ちょっと、遠ければ遠いほどね、宅配便ってお金、値段上がってきますんで、まあ、大体1000円ぐらいかなと思ってるんですけども、まあ、そこはね、ちょっと変わってくるかなっていう感じですね。これで、まあ、1万円分のポイントがもらえます。まあ悪くないですよね。うん。で、これで、まあ1万円分のポイントということで、7500マイルに、まあ ANA マイルね、換算すると7500マイルね、に、できるポイントがもらえますんで、まあ案件としてはね、とてもいいんじゃないのかなと思いまして、今回ね、紹介させていただきました。で、ポイント制度もね、まあ私のお勧めするポイントインカムなんで、まあ何かあってもね、ちゃんと、調査していただけますんでね、心配はないんじゃないかなと思います。まあ、今回の動画はね、ちょっと簡単にはなってしまったんですけども、ネスレのね、バリスタアイっていうね、マシンのキャンペーンの紹介ですね。まあ、昨年ね、結構ね、いろんなキャンペーンね、バンバン出ましたけども、まあ、今ね、ちょっと、ほとんどのね、案件終わってしまいましたんで、まあ、今あるね、ネスレのキャンペーン、紹介させていただきました。でね、ネスレのキャンペーンのこの動画でね、まあ、毎回言わせていただいてるんですけども、ネスレのね、案件の動画はですね、まあ、100% のことを 100% 話せてない部分がありますんで、結構ね、ツイッターでね、お問い合わせいただいてる方もね、結構多いんですけども、うん、もしね、なんだそれみたいな感じだな方はね、ツイッター等々でね、ダイレクトメールいただければ、この内容の話はね、させていただきますんで、まあその点だけね、まあ覚えておいていただけたらなと思います。今回の動画はね、ちょっと簡単にはなってしまったんですけども、ネスレバリスタアイ、ポイントサイトの案件、紹介させていただきました。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。